大谷竹春のマイロードラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷竹春です。さあ2012年も残り2時間40分を切りました。あなたはやり残したことはありませんか？僕は今年の正月に目標の福袋がね、売り切れて買えなかったので、明日は朝早くから並んで頑張って福袋をゲットします。出だしはそれが目標です。それでは10分間どうぞお付き合いください。竹春のマイロードラジオ。はい、僕は23日に初めて京都でねライブに出演してきました。で、僕は本当に京都は大好きで、デビュー CD のタイトルも京都のお寺龍安寺にあります、筑波井って言って、茶室の庭に置かれてるね、こう手を洗う石の鉢なんですけども、そこに我ただたることを知るって言葉がねあるんですけども、その言葉をね使ったぐらい京都が思いがあるんですよね。で、この言葉は意味が欲張らないで今の自分を大切にして、こう今満たされてると思うことが幸せにつながるっていう意味があって、僕はいつでもこの言葉をですね胸に大事にしまって、こうないものねだりをねしないように日々生きていこうと生きてるんですね。はい。そんなわけで、こうデビュー当時から龍安寺に行って音楽活動がうまくいきますようにとね祈願も言った、とってもこう思いのあるですね京都でついにこうライブをねやることができてね、本当に嬉しかったんです。で、しかも今回はとっても素敵なイベントだったんですけども、歌手の平山美希さん主催のチャリティーイベントだったんですね。で、最初話を聞いた時に、元礼の車に乗っての平山美希さんかなってね驚いたんですよ。今モノマネしたんですけどそっくりでしょ。はい、よかった本人の前じゃなくてまあ、話をね、いただいたきっかけが、僕のことをですね、こう、支援してくださっている方の知人が、こう、平山美希さんととっても仲が良くて、で、今回、東日本大震災のチャリティーライブだったんですけども、僕の道っていう曲がね、こう、ぴったりっていうふうに思ってくださったらしくて、こう、平山美希さんに推薦してくださって、決まったんですね。で、しかも今回、平山美希さんから、何か一緒にコラボで歌わないかっていうね、話もいただいてまして、なんとなんと、ジョイント出演をね、させていただきました。で、初めて平山美希さんにお会いしたんですけども、僕正直ね、ちょっとね、怖い人なのかなっていうね、思ってたんですよね。うん。で、テレビで歌う姿を見ると、結構クールな表情で歌うイメージが僕はあったんですよ。で、そんなことで、もう絶対平山さんってクールで怖いと思ってたらですね、まあ、恐る恐るこう挨拶をした瞬間、今日は本当遠い中ね、名古屋からありがとうって、もうニコニコ話してくださって、あ、変なイメージを持ってしまった。ね、いけなかったっていうふうにね、思ったんですけど。まあ、本当に平山さんとっても優しくて。で、当日に、その、コラボする曲を合わせようってことになって、その時初めてお会いしたので、で、楽屋で、クリスマスに近かったのでね、清志この夜と、あとやっぱり前向きな曲、上を向いて歩こう、ね、やりましょうってことで、こう練習をしたんですね。で、その時に僕が、歌うキー、どうしますかって話したら、まあ、さすがですね、平山美希さん。もう、大谷くんに全部合わせるから大丈夫よ。って言われたんですよ。で、僕は男の声で、平松さん女性ですよね。でも平松さん、もう全然大丈夫よ。私合わせるよって言ってくれて、もう貫禄をね、感じましたね。で、本当に当日一回だけ楽屋で合わせたんですけど、もうね、平松さん完璧なんですよね。もうさすがって僕はね、感動しました。そしていざ本番はですね、まあ、会場にたくさんのお客さんがいて、で、京都のお客さんもね、ほんととっても温かくてですね、もう僕の話すことを一つ一つにこう頷いてくれたりね、こう突っ込んでくれて、で、もちろん平山美希さんのコラボもですね、本番大成功してね、とっても盛り上がったんですよね。で、ステージ上で、もうほんと僕の真横でですね、生の、元礼の車に乗って、聞けちゃいました。贅沢です。さっきより似てたでしょ？練習しよう。頑張ろう。
はい。まあね、そんなわけで本番はもうね、大成功でとても盛り上がったので、まあ、やっぱ大物のね、こうアーティストの方と一緒にやるとですね、一つまた勉強になって、僕もまた大きくなれたと思ってますのでね、また来年に向けてこんなパワーをですね、生かした小枝キャルが見せれたらなと思ってます。それではここで一曲お届けします。アルバム待てばプラスの日和ありの中から大谷武春で道リミックス。お送りしましたのは大谷武春で道リミックスでした。そして大谷武春、新年一発目のライブが決まりました。1月10日の木曜日、アスナル金山で歌います。時間は午後5時からなってます。ぜひ皆さん遊びに来てください。大谷武春のマイロードラジオ。はい、大晦日もですね、通常放送でお送りしておりますけども、まあこの後僕はですね、あの近所のお寺にまず除夜の鐘をつきに行って、その後大須観音に行って初詣行ってきます。そしてその後はですね、さっきオープニングで話した福袋のためにね、並びますよ。もうちょっと寝ないですよ。新年から頑張ります。皆さんもぜひぜひですね、新年抱負とかね、教えてください。そんなメッセージは、メール taki@tokairadio.co.jp、ファックスは 052-961-0077、 ふがきは郵便番号 461-8503、 東海ラジオ、いずれも大谷武春のマイロードラジオまでお送りください。もちろん音楽のね、夢もたくさんまだありまして、来年の今頃はね、多分 NHK にね行ってるかな。頑張ろう。それでは来週も、聞いてください。来週は1月7日月曜日夜9時20分の放送になります。シンガーソングライター大谷武春でした。バイバーイ。「たちを」